今日も激励いってるぜ。あずまです。いや風は気持ちいいんですけどね、めちゃめちゃ今日は暑いです。ちょっと脇汗がやばいっす。さあということで本日はですね、山梨県笛吹市の一宮町にありますこちらマルサマルシェさんにお邪魔しております。今回ですね、こちらのマルサマルシェさんの方でカフェ作りを体験させていただくと。で、山梨県の笛吹市や甲州市っていう地域はですね、フルーツ王国と言われる山梨の中でも引っ張ってってくれてる地域ということで、その山梨のフルーツをふんだんに使ったですねカフェ作りをしていきたいと思いますので、早速作っていきたいと思います。レッツゴー。パフェの P だよ。さあということで、マルサマルシェのオーナーの辻さんにお越しいただきました、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。体験に入る前にですね、ちょっとここがどういう場所なのかっていうのをちょっと説明していただきたいなと思うんですけれども、はい、こちらはですね、体験型のカフェなんですけど、ほうほうほう、はい、体験って言いますといろんなことを想像するかと思うんですけど、はい、山梨のフルーツとか、はい、山梨のフルーツの木とか、はいはいはい、山梨県産の素材使って皆さんに、ね、いろんな体験をしていただいてるんです。先ほどね、チラシというかをね見せていただいたんですけども、どれもこれもが山梨に特化した体験になっていて、まあ、今回のねこのパフェも山梨に特化してる体験になるんですけども、まあ、今回のパフェの体験ですね、まあ、ちょっと聞いた話によると、まあ、辻さんから聞いたんですけど、家庭で楽しめるパフェ体験ということで、今回はその家庭で楽しめるパフェキットを使ってパフェ作りを実際にやっていきたいなと思います。いろいろ説明してもあれなので、まあ、実際にねやっていきながら皆さんに説明していきたいと思いますので、こちらはですね、山梨のフルーツを使ってドレッシングを作ろうっていう体験キットなんですよ。簡単で、このペーストを使って、あとお家にあるオリーブオイルとかお塩とかお酢を使って、ここにボトルがついてるんですけど、このボトルの中にでスイーツにしていただくと簡単にドレッシングができちゃうっていう、そういった体験キットになってます。まあ、僕もちょっと野菜不足なんで、まあ、こういったキットでね楽しく皆さんで野菜を取っていただきたいということで、はい、でまたこっちはね木工キットなんですけどもこの木は何の木ですか？これ桃なんですよ。桃です。綺麗な木目でしょ。すごい味がありますね。そう、この柄はね、にも私のもないので、世界に一つだけの、そういうことですね、こう、そういうことです、製品が作れるということで、はいはい、まあ、こういったキットも、うん、多数用意してありますので、まあ、その辺はね動画の概要欄からねチェックをいただきたいと思います。いやマジで今までの俺の料理系の動画を見てもらえば分かるんですけど、マジで盛り付けのセンスクソなんでマジでやばいっすよ本当に。良さが伝わるかどうかがめちゃめちゃ心配なんですけど、ポイントはね、層を作っていくって感じですよね。そう、層を作っていく感じだから、縄文時代弥生時代みたいな感じで地層を積み重ねていけばいいとか、そう、地層をね、地層ね、厳しい。まあやってみましょうやってみましょうやってみましょう。職人ですから、職人ですからね。まあ、やっぱ俺食いしん坊だから、うん、ぎっしり入れたいってなると、やっぱり下の方は、うん、まあ、こうある程度小粒なこのブドウとか、その辺行きたいですね。フルーツを、フルーツで先にね、山梨いっぱい夢いっぱいみたいな感じで行きたいんで僕は、はい、デカデカと、デカデカと、ちょっとマジでやばいぞこれ。みんな写真撮ってて、なんかちょっとイメージ、なんか、いやでもうちのスタッフなかなか有名になるかもしれない。なかなかこういうところを見る機会って多分ないと思うんでね。ちょっと多かったかな、でも、うん、いいでしょう。うん、でこれはご家庭にあるフルーツを出していただいて、生のものを使っていただくと華やかになります。なるほどですね。はい、ザ・テレビジョン。いやでも桃の方がいいね、山梨。いや、レモンですよ、レモン。テレビジョンは。そういうことです。そういうことです。とりあえずちょっと、リンゴを一回切ってみます、うん、リンゴをちょっと半分に切って食べましょう。味見大事だよね。
ょっとわかんない。手がなくなっちゃう。あ、食べちゃった。一気に入れすぎました。桃を行きたい。桃を、こっちこっち。桃のシロップ漬け、これあの地域ならではの保存食だから。薄めにカットして、うん、いや違ったな。違ったな。ある程度コントラストができたら、ちょっとこれをね、ちょっと側面に並べましょう。こうピョンと、ピョンと貼り付けてって。やべえ足りねえ。こんな感じね。こんな感じ、こんな感じにしといて。うわやべえ、え、マジ天才だな。天才なってるぞ。うなってるぞ。今日は、今日は芸術的技術がうなってます。あ、ちょっと理想通りにいかんぞ。イメージとしてはこの側面に貼り付けた桃の隙間からこのブドウのジャムの赤色がね見えるようにしたかったんだけど、まあいいでしょう。じゃあこれ何ですか。これはシリアル。シリアル。コーンフレークやないかい。じゃない、シリアル。あ、シリアルですね。シリアルですね。シリアルでした。高い打点から。あ、すいません。オレンジ見ると思い出すな。ね、小学生の時。皮も食べちゃった。ちょ、ボケが多すぎて。これは出来上がったらね、最高に素晴らしいものになる。ハードル上げないでくださいよ。おい、おい、下手すぎだろ俺。おかんマジですまん。これが俺の限界だ。絶望。山梨の恵みをマジで無駄にしてる気がする。まずい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 。うまっ。すごいね、アートだね。完成しました。すげえ、ちょっとやばいぞこれ。さあ、ということで完成しましたので実際に食べていきたいと思います。見た目も大事だけど、まあ、人も一緒で中身ですから。味が大事。味、まあ結局そう、人が何かをごまかす時のコメントだなマジで。じゃあいただきましょう。アイスはさつまいものアイスをね。あー、芋だ芋。すげえ、芋美味しいよ。いやめっちゃうまいです。なんかスイートポテトがアイスになったみたいな感じですね。あ、そうそう、めっちゃうまい。おお、ここでコーンフレークやないかい。じゃない、シリア。あ、シリアですね。うん、オレンジの酸味も最高です。いや、ぶどうのジャムゾーンいきます。うわ、後からめっちゃ濃いな。存在感すげえな、ぶどう。やっぱブドウって凝縮すると味がやっぱすごいわかるね。これジャムがねかなり濃いからね、入れる量はね考えた方がいいかな。もう欲張ってめっちゃ入れたけど、ほんのり少しの量でも味がねしっかり伝わってくるんで、ジャム入れて生クリームフレークとかね、まあ、ちょっと間に挟んでっからまたジャムみたいな感じでね、まあ、ジャムは本当に水面みたいな感じです。水面。ごちそうさまでした。ということでパフェをね実際に作ったんですけども、僕のパフェの出来は10点満点で何点でしょうか。2点ぐらいですかね。
どんでん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 。まあそりゃそうだよな。厳しい目線で評価しちゃいました。いやでもあの途中桃のスライスを貼り付けて、はい、カットの側面から見せたあれ素晴らしいなと思いましたよ。そこ の, あのテクニカルポイントが2点だけということで、うん、まあ、でもねあのこのキットの、まあ、目的は、まあ、上手い下手じゃなくて、そうそうそう、本当に家庭であのワイワイ楽しくっていう感じなん で, なん実際に僕も作ってて、うん、まあ、ワイワイガヤガヤ騒ぎながら、まあ、やらせてもらって本当に楽しかったんで、そうそうそう、ぜひ皆さんもねそれをあの家庭で楽しめますので、うん、ぜひあの体験キットね、うん、家で楽しんでほしいと思います。今日ね一人だったからね、そうですね、ところがなかったけど、そうですね、これでみんなでやるとなんかそれぞれの作品ができて面白いです。いやもう多分他の人たちでやったらもしかしたら俺が一番上手い可能性もありましたからね。そうそうそう、確かにそれもあったかもね、一人だったから。そうですね、そう、いやマジでこの動画見て本当にバカにしたやつは本当に自分家でやってみろ。ぜひ楽しんでやってください、はい、まあ、本当にでもね楽しく作らせていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということで今回の動画はこれで以上になります。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。あとですね、ツイッター、インスタグラムやっておりますし、マルサ・マルシェさんもね、インスタグラムとかやっておりますので、まあ、その辺の情報を含めてね、動画の概要欄に載せてありますので、ぜひチェックをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。浅井丸でした。